あえてまず漁費終わるなんて、誰も予想もつかない話で、まあ特に社長もかなり怒ったみたいですけど私自身もね、やっぱりせっかくね、やいだもうそのまま売れる商品をね、あえて割るなんて、本当は何を考えてるかこの青やと思っておりましたけど、はい、もう初めて、なぜですよ、チョコ使う商品はね、まず青山任せてもうやるしかないと思ってスタートしました。え、私ももう覚悟決めて了解しました。まあ最初はね、やっぱりスタート時はもう売れるか売れないか、これも鍵ですから、予想にはもうない商品ですから、まあ、特にピーナッツとチョコは結構合うもんですから、まあ、そういう意味ではね、砕いて最初食べた時は、まあ、いけるような、もうそういった気持ちになりましたから、もともとやっぱり全国に向けてのやっぱり買えないと、しかといった形で皆さんに提供するか、それを守っていきたいと思います。